さあ、行くわよ。これが私の切り札よ。その借りは必ず返します。神言嘘1、これで全てをさらけ出しなさい。私の本気見せてあげるわ。この借りは必ず返します。甘いものは癒されるわね。神言嘘1、体中が痛い。パプ、サトリ様、大丈夫ですか？あんまり大丈夫じゃないかも。どうしてこんなことに？一体何があったのですか？何？何のこと？ちょっと、とぼけるんじゃない。化け物になって異変。私が異変を？わかんない。私は何も悪いことなんです。ええ、わかっています。悟空はとっても優しい子です。あなたは少し黙っていてくれね、悟空。はい。あなたは一人でどこかへ出かけ、一体どこへ行っていたの？悟空、あなたの心を読むことは簡単ですが、できればあなた自身の口がダメですか？悟り様、至上です。悟り様への誕生日プレゼントを探してました。そういえばもうすぐ私の誕生日でしたね。悟り様をびっくりさせたくて内緒にしてたんです。内緒にしてたって意味ないでしょう。そんなの心を読まれたら一発でバレるわよ。大丈夫だよ。悟り様がおはぎに見えるよう訓練したから。悟り様のことを考えながらおはぎ、そうすれば心を読まれないって。おりんご、それで私の顔を見るたびに悟り、なるほど。悟りと戦うことがあったらおはぎをいっぱい食べられるだけの、お、な、あなたが地上へ行っていたことは、プレゼントを探して地上を飛び回ってたら大きな塔を見つけ、てっぺんがキラキラ光ってて、よく見ると、それってまさか
リティアの遺跡のかけら。すっごく綺麗で見とれちゃった。私はそれを悟り様へ集めているうちに体がすごく熱くなってそのまま意識を失っちゃったみたいで。そのアバリティアの秘跡とやらの粉々になってもまだ力が残っていた。悟り様、私たくさん迷惑をかけちゃ。いいえ、その気持ちだけで十分です。あなたにこんなにも思われているなんて、私は幻想郷一の幸せ者ですね。悟り様、さあ帰りましょう。とりあえず二辺いいのよ。はい、じゃあ私は帰る。ありがとうございました。あなたのおかげで幻想郷は救われ。意外だわ。ねえ、なんて恐ろしいことを考えてるんですか。冗談よ。ええー、とにかくありがとう。後日改めてお礼に伺って。それじゃ異変も解決したことだし。なら今回気が利くじゃない。お酒も地底の異変を解決していただいたお礼です。ぜひおもてなしさせ。悟り様の料理は美味しいから楽しみにしててね。よーし、今日はとことん飲むわよ。